創設75周年の国連で9月16日の総理就任後初めての演説ができることを光栄に思います新型コロナウイルス感染症による未曽有の危機はともすれば分断と隔絶に傾きがちな国際社会を連携へと引き戻しました過去75年間多国間主義は課題に直面するたび強くなり 進化ししてきました今回の危機も協力を深める契機としたく皆様に連帯を呼びかけたいと思います。